茶色の部分がアンドラーシドーリ、アンドラーシ通り。アンドラーシ通りは、ハンガリーの首都ブダペストにおいてエルジェーベト広場と、バーロッシュリゲットをつないでいる大通りで、その歴史は1872年に遡る。通りには、美しいファサード、階段室、内装などを備えた、折衷主義的なネオルネサンス様式の宮殿や、邸宅が立ち並んでおり、 その地下を走るブダペスト地下鉄1号線などと共に2002年にユネスコの世界遺産リストに登録された。通りはルイ・ビトン、エルメネージルド、ゼニア、バーチュ、バーバリー、グッチ、ロベルト・カバリなど高級ブランドの専門店が立ち並んでいる場所でもある。並行するキラー以外の渋滞緩和のためとバーロッシュリゲットを 中心市街地とつなぐために、アンドラー市通りの建設が決まったのは1870年のことであった。実際の建設は1872年に始まり、開通式は1876年8月20日に行われた。その実現は、3人の設計者、つまり、ラヨシュ・レクナー、フリディエッシュ・フェッスル、クライニフレイザーの計画を設置したものであった。 通りに並ぶ大邸宅群はミクローシュイブルに率いられた当時の特に優れた建築家たちによって建てられたものでハンガリーなどの銀行から資金提供を受けたその多くは1884年までに完成し貴族銀行家地主歴史的な人物などが越してきた通りの名前は1885年に 計画の中心的な支援者であったアンドラーシ首相にちなんでつけられた。アンドラーシ通りを使う陸上輸送には常に反対意見が出ていたため、ヨーロッパ大陸で初の地下鉄となるブダペスト地下鉄の建設計画が持ち上がった。建設は1894年に始まり、2年後に完成した。この地下鉄の存在によって、 ハンガリー建国1000年祭の主会場となった市民公園への郵送も円滑に行われたのである。アンドラー市通り。左手にあるのは国立オペラザ・アンドラー市通りは市の内側から外側へと以下の4つの部分から成り立っている。エルジェーベト広場からオクトゴンまで主に商業利用されている都会的な区画である。オクトゴンから 古代愛園系広場駅まで、住宅街や、大学も含む、散歩道のある拡大された通り。古代愛園系広場駅からバイザ通りまで、さらに広く、小さな公園に面した、大邸宅群が並ぶ。バイザ通りからバーロシュリゲットまで、広さは、前の区画と同じくらいで、庭園を持った、住宅群や、大使館などがある。ブダペスト、ドナウガシとブダ城を、 拡大登録する形で地下を走るブダペスト地下鉄と共に2002年に世界遺産に登録された。翌年登録名の変更が行われ、拡大登録名はブダペストのドナウガシとブダ城地区及びアンドラーシ通りとなった。そのうちアンドラーシ通りの登録名称はアンドラーシ通りとその地下である。登録にあたっては、 地上部分の優れた近代都市計画とその下をヨーロッパ大陸発の地下鉄が走っていることが評価された。ありがとうございます。